こんにちは。こんにちは。はい。じゃあ、今日授業を始めていきたいと思いますけれども、まずですね、まあ、中間テストも終わりましたし、まあ、中間テストどうだったのかということとですね、まあ、最近どういうふうに過ごしているのかということを、まあ、聞いていきたいなと思います。今日はたくさんの人がですね、こうやって来ていただいて、本当に良かったなと思いますね。まあ、いつもは50人とか40人ぐらい来ますけれども、今日はね、まあ、少数で集中してですね、勉強ができるということで、よかったんじゃないかなと思います。じゃあ頑張っていきましょうね。じゃあモーシニョンさんとカミョンシムさんとパグンギョンさんと、チェソンジョンさんですね。じゃあモーシニョンさんからいきましょうかね。中間テストのこととか、まあ、最近どんなふうに過ごしているのかとかですね、まあ、久しぶりに会いましたから、まあ、簡単にですね、まあ、私と、まあ、皆さんに。皆さんもお互い知ってますよね。知らない。1回ぐらい、まあ、じゃあ名前と簡単にね、まあ、簡単に自己紹介もしながら、まあ、最近の近況もですね、まあ、言いながら、まあ、授業を始める前にちょっとやっていきたいなと思いますね。まあ、何年生ですとかですね、まあ、どこから来ましたとかですね、趣味は何々ですとかですね、まあ、ありますからね。じゃあ、まあ、そういうことからやっていきたいかなと思いますね。じゃあ私からいきましょうかね。私は国豊と言います。日本から来ました。まあ、生まれたのはですね、秋田県というところで生まれましたけれども、まあ、大体育ったのは大阪で育ってですね、まあ、東京で働いたりですね、まあ、いろんな日本、いろんなところですね、まあまあ、住んできましたけれども、とりあえず出身は大阪ということで、まあ、韓国にですね、来てから10年ぐらいになりましたということですね。新しいメンバーが一人来ましたね。みんな女性ばかりでしたけれども、男の人が。今日はかっこいいですね、帽子かぶって、久しぶりですね。今日は撮影もありますから、ちょっと頑張ってですね、まあ、やってくださいということですね。ああ、よかったですね、ちょうど。ちょうどなんかカットもしてきて、かっこよくなったじゃないですか。就職されてる。就職しましたか。就職した。ああ、よかったですね。まあ、本当に。あっちから始まる。え？こっちから近況始まるのは。近況始めるのは私から始めてますけども。いや、もう終わったのかなと思って。終わってないです。今からです。で、一応私が終わったらね、申し日本さんしますけれども。いや、彼はまた最後にね、最後に来ましたから最後にお願いしてですね。どこまで話しましたっけ。趣味はですね、まあ、スポーツ見ることも趣味ですし、あとまあすることも好きですね。最近は何かな、水泳するのが趣味って感じですかね。最近あんまりやってないですけど、まあそんな感じでやってます。あとね、まあ、今はソウルに住んでますけれども、まあ、大体韓国来てから10年ということで、まあ、韓国語は全然できませんということにしときましょう。はい。最近はですね、やっぱり忙しいです。まあ、いろいろと教えることも忙しいですし、まあ、ちょっと大学の先生ですので、論文というですね、まあ、そういうものも書いたりですね、いろんなことで忙しく過ごしておりますということですね。まあ、私の話はじゃあこれぐらいにして、皆さんがメインですから、じゃあ今日は6人の皆さんに増えましたねということで、じゃあ簡単にですね、まあ、紹介していただきましょうということですね。じゃあこちらからいきましょうかね。来ていただいたというか、その順番でですね、じゃあお願いします。はじめての方もありますし、何回も見たかなと思いますか。昨年に1年に入学ですよね。入学、はい、そうですね。入学したミシニョンと申します。出身はソウルなんですけど、まあ、ずっとその上のソウルの方で、趣味は最近趣味を持つことができません。忙しくて。なんでですか。なんでもう。なんていうかな、最近お母さんがちょっと病気っていうか、病院によく行ってるので、そちらも一緒に行くことで精一杯っていうか、
今回の中間テストマジヤバいっす。もう湯之津教授あの先生のテストを全部あの問題に解けずに終わりました。多分全員で取られてると思います。もう最悪でした。はい、それです。あ、そうですか。いろいろと個人的に忙しいんですね。まあ最近3時間ぐらい寝てますから、ね、3時間ぐらいしか寝てないんだ、はい、ああそうですか。大変ですね。今正直言うとちょっと眠い。眠い、はい、この前来た時もなんか眠いって言ってませんでした。毎週なんか授業のたびに寝てこないって言ってますね、はい、ああそうですか。なんか土曜日って土曜日イコールあの遊べるっていうか楽にするっていうかそういう感じで、金曜日の、うん、あの金曜日の夜中まで寝ないんですよ。あ、普通10時とか遅くても12時に寝るんですけど、だから金曜日だけになんか3時とか4時とかなっちゃうので。そうですか。今日もう2時間ぐらいしか寝てないですね、うん、あ、そうですか。まあ、若いですからね、頑張ってください。若くないんですか。もうまだ20代、21、2ぐらいじゃないんですか。いや、27、はい、若いじゃないですか、20代。そうですか。今、じゃあ何年生になったんだ。2年生ね。あとじゃあ3年残ってますね。いや、もっと長くかかると思います。あ、そうですか。あ、分かりました。じゃあ2年生のもうしにょんさんでした。ありがとうございます。じゃあ次はですね、カンミョンシムさん行きましょうかね。はい、こんにちは、カンミョンシムと申します。用語は職だから下手です。趣味はボウリングしてます。ボウリングクラブでしてますけど、はい、去年入学した1年生、はい、去年入学したんです。今年ですね。ああそうですか、はい、そうですか。試験はどうでしたか。中間テストありましたけどね。まあまあでしたか。おお、まあまあだったと自分で言うからにはね、まあ、自信があるんでしょうね。どんな科目が一番難しかったですか。イラン・ポニョク・ヨンス。優しかった。ああそうですか。自信があるんですね。ああ、じゃあ逆に一番難しかったのは何ですか。先生のことを話し方を聞いて選んだこと。一番難しかった科目は何ですか。あまりない。あ全部簡単だったということですね。わかりました。すごいですね、一生懸命勉強したということですね。以上でよろしいでしょうか。はい、わかりました。じゃあ次パグンギョンさんですね、じゃあお願いします。はい、はい、そうですか。初めて、初めて会ったような気がしないですけれども、何回か会ったでしょ。初めて会いましたか。 MT 来ましたか。じゃあ MT で会ったじゃないですか、ね。授業と MT は違いますか。はい、ああそうですね、はい、去年、はい、今年入学した。今年入学しましたか。知った1年生。そうですか。今年入学した1年生、初級。初級、はい、
上手じゃないですか。喋ってるじゃないですか。はい。はい。ああ、そうですか。そうですか。中間テスト、中間試験、はい。難しかったです。そうですか。どうぞよろしくお願いします。特に何が難しかったですか。日本文化旅行という科目が難しかった。そうですか。作文するものがあったんですね。日本語で、韓国語で作文。あ、長いんだ。あ、問題が3つあって、うん、そうですか。説明、自分で文章を作るのが大変ですよね、うん、そうですか。わかりました。じゃあ1年生ということでこれから4年間頑張ってくださいね。はい、じゃあ次チェ・ソンジョンさんどうぞ。はじめまして。私はチェ・ソンジョンと申します。初めて会う人もいるんですけど、何回か会った人もいて、そしたら、ね、久しぶりに会って嬉しいんですよね。最近は試験終わった後に締め切りがあって3日間大変でした、ね、会社で1日8時に出勤して5時に退勤するんですけど、7時半に出勤して最近は6時から7時に退勤する時間が多かったのでちょっと大変でした。中間テストは私は編入して1年と2年の科目を聞いたんですけど、1年の科目はあんまり難しくなかったので、1科目だけ難しくてそれはあまり難しくありませんでしたけど、2年生の科目がやったのかと思います。2年生の科目、大変だった科目は何ですか。ああ、そうですか。日本語で作文をするのはやっぱり難しいですよね。はい、そうですね。わかりました。なんか最初は4人だったのになんか随分と増えてしまいましたね。なんか変な座り方になっちゃいました。じゃあちょっと書いてください。まあいいかな。そうですか。作文が難しいですよね。じゃあ他の1年生の科目は優しかったってことですね。2科目だけ難しかったんです。何ですかそれ。先生の、はい、日本語入門、はい、そうです。日本語の入門だから優しいんじゃないですか。入門の高級だっけ。日本語の入門の中にも高級があるんですか。インドネーションとか、うん、ああ、イントネーションね。ああ難しいですね。例えばどんな問題が出るんですか。アクセントがどこに入るのかを、はい、はは全部こう聞いてそれをチェックするんですよ。ああ、例えば学生とかですね、なんかいろいろあるんですね。そういう問題ですね。ああ難しいですよね。アクセントが間違えたのは何番か。ああ東京とかどれがいいですかとか、はい、そういうことですね。それはあ、そんな簡単な問題じゃないんだ。そうじゃなくて、ええ、アクセントが、土地が、どういう意味それは。どう説
3番目にアクセントがあるんですか。2番目だったら2番、うん、難しいですね。まあ簡単な東京とかだったら分かりますけど、もう少し難しくなるとね、長くなると難しいですよね。なんかなればなれるみたいな、この感じで、なればなれる、なればなれるって、なければみたいな感じで、いろんなものがあって、そこからどこにアクセントが入るのか、全部違うんじゃないですか。そうですね。それを、選べるのが難しい。ああそうですか、確かにね。わかりました。まあいろいろと大変ですね。でもまあ勉強したらそれその分身につきますからね。まあ一生懸命勉強してください。じゃあ次はですね、キム・ギルソンさん行きましょうかね。じゃあどうぞ、はい、何の話すればいいんですか。ああ近況というか、まあ中間テストどうだったのかとかですね、はい、まあ簡単に自分のことも紹介しながら。はい、1年生のキム・ギルソンと申します。はい、MT5 を就職しました。はい、まあ、就職しました、よかったですね。バイトみたいなものなんですけど。ああそうですか。はい、給料が。ああそうです。はい、仕事はだいたい1日12時間やってます。12時間も。ああそうですか。朝7時から夜7時まで。ああそうですか。朝4時に起きます。ああすごいです、ね、です。なんで7時からするのに4時に起きるんですか。遠いんで、ちょっと家が田舎なんで。1号線8号に住んでます、ね、今。家どこでしたっけ。トッチョムという。トッチョムってどこですか。ウジョングすぎて。ああそうですか。で、今仕事してる場所がヘヨンドゥンといって、ミョンドゥンの隣ですね。ああそうですか。だから2時間大体家から。2時間もかかるんだ。かかりますね。ああそうですか。で、8点、はい、初めての電車乗るんですけど、家から駅まで行くバスがないんですけど。あ、始発に乗るんです。始発なんですけど、はい、始発に乗るためには家からバスで乗るんですけど、はい、駅まで、バスがなくて20分歩いて始発に乗るんです。あ、20分も歩かないといけないと。ですよね。大変ですね。大変で、疲れ気味です。そうですか。はい、それであまり髪短くのが嫌なんですけど、短く切りました。あ、そうですか。はい、それで、はい、中間テストは、はい、アクセントの、その日本語の進化、はい、イルボの島、はいはい、それが一番難しかったし。そうですか。一番難しかったのは、はい、あまりありません。そうですか。はい、わかりました。以上です。はい、じゃあお仕事しながら勉強も大変だと思いますけれども、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ次はファン・ナニョンさんですね。ファン・ナニョンさんどうぞ。おはようございます。英語学部ですね。はい。はい。日本語試験は先生には向いている日本語があります。ああ、そうですか。ちょっと先生が僕に認識した時笑ったとそんな記憶がありましたね。私が笑いながらやってましたか。そんな希望が。私が笑いながら録音していましたか。はい、そうですか。ああそうですか。私たちは緊張して試験をするのに先生が笑ってちょっと。あ、そうですか。ちょっと聞き取りは何番かはよく覚えてませんでしたけど、はい、何番が正しいのか分からなくて3回4回聞くのもありました。ああ、時間がなくなりませんでしたか。いいえ、大丈夫でしょう。そうじゃなくて、はい、難しいのは、はい、番号を、はい、書く後、はい、他の試験の解く後にしたので単語を書いた後書きに実行、うん、分かる問題を、はい、まず、はい、チェックして、はい、分からない問題を後で。ああ、そうですか。実行って何ですか。分からない。あもがもろのご実行エリエサムさん実行。ああ、まあ適当に勘でこれだというふうに、うん、専門用語ないですか、実行って。専門用語今思い浮かばないですね。、はい、
そうですか。こんな試験は初めてなのでオープンテストなみたいなのでわからない問題は初めて、はいはい、探して。ロールプレイ、ロールプレイも、あ、全部、あ、全部じゃなくてわからない問題は、はい、陶器で探しながら解きましたということですね。オープンブックですね。オープンブックで、あ、そうですか、はい、以上ですね。分かりました。あ、ファン・ナジョンさんはじゃあ今年編入されたんですね。だから初めての中間テストだったってことか。あ、そうですか、分かりました。じゃあ次ジョン・アンナさんですね、どうぞ。はい、こんにちは、はい、ジョン・アンナと申します。今年3年生に編入してきました。私は中間テストの中で一番難しかったのは、さっき言った日本文化旅行という、あの作文といいますか自分の意見を述べる試験だったんですけど、はい、あの一番最後の3番目 の方が自分の意見を述べる方なんですが、時間が50分だったので、あの前もって用意していかないと、あのとても時間がすごい迫ってくるんですね、うん、それで用意してなかった私はあの1秒前に提出しました。ああ、そうですか。最後の、はい、でも全部書けたということでよかったじゃないですか。あ、でもなんか自分の意見を述べたら説明をしたのかちょっと分かんなくて、私が今何を書いてるのかが分からない状態で、まあ、見直すことができなかったということですね。提出しないと強制で提出されるので。でも問題を分かってたんですか、こんな問題を出しますってことは。はい、じゃあ準備した、準備してたんですけど、はい、書きながら、あ、ちょっとこれは違うかもって言って、消して、うん、その場ですぐもう速攻作成する形になってしまったんですね。ああ、そうですか、うん、なるほどね。で、私がネットブックで、はい、それを書いてたんですけど、マウスがない状態でやってたんですね、はい、そしたら、うん、この押すところと、うん、こうあるところに一緒にやるとなんか伏せ行為になったり、あ、それが3回なって、うん、いや、これどうなんだろうと思って。なるほど、ね、初めての試験だったので伏せ行為になって、あ、ね、ね、ゼロになるとどうしようと思ったんですけど、5回まで大丈夫って言ってたので。あ、本当ですか、はい、うん、なかなかね、初めての試験で慣れないことも多いですからね、はい、びっくりしました、うん、そうですか、まあ、でも無事に終わってよかったですね、はい、1秒前に。そうですか、はい、はい、分かりました、じゃああとあれですね、編入されたということですね、はい、分かりました。じゃあ次は張尊仁さんですね、どうぞ。はじめまして、おはようございます。3年生の1年生、2年生の科目を聞いてるからそんなに難しくはなかったんですけど、はい、なんだっけ、コミュニケーションの日本語、はい、の75問題か75問もあるんですか、はい、すごいな。ですから時間が足りなくて、あ、 30問ぐらいできなかったです。30問もできなかった。だから多分それは F かもしれない。ああ、そうですか。ああ、75問もあったんですね、はい、それが最初のテストですから。それ3年生の科目ですね。なんかぼーっとして。ああ、そうですか。その後は大変だったです。ああ、そうですか。一応テストの勉強はしたんですか。しました、ね、正直言って。ああ、まあ、ね、してなかった、はい、ああ、そうですか。でも75問は大変ですね、はい、そうですか、分かりました。じゃあ次、ヒョンホーさんですね、お願いします。こんにちは、はい、1年生のイヒョンホーと申します。はい、この間、はい、初めての中間テスト。そうですね、初めての中間テスト、曖昧なところも多かったし、はい、難しいところも多かったので、はい、大変でした。そうですか。特に先ほどおっし
ゃった、はい、日本文化旅行の試験私も受けたんですけど、ああみんな大変だったみたいですね。じゃあよかったじゃないですか、みんな大変でどうせ相対評価ですからね、はい、今年の試験でした、ね、うん、でも前もって問題は分かってたんでしょ。はい。何が大変なんですか。資料調査するのに時間が必要なんですか。うん、ああ、かなりじゃあ、はい、調べて書かないといけないから、はい、うん、その地域の食文化とどうしてそのような食文化ができたのか、うん、ああ自分で考えないといけない、はい、考えるというか調べないといけないですね、はい、うん、それで私の場合は北海道の地域を選んで、うんうん、はい、その地域の食文化とどのように、どうしてその食文化ができたのか、うん、でそしてあの道民性と、ああそんなことを考えて、どうしてそんなそのような道民性もできたのかまで書いてかなきゃならないんで、なるほど、その集中まで頭が足、ああそうですか。北海道の道民性はどんな道民性なんでしょうか。北海道民、ちょっと日本人全体的な日本人と違いますか。特徴、まず一つ、ああ開拓、うん、開拓精神があって、うん、はい、男の人より女の人の方が仕事にも恋愛にももっと積極的で、開拓精神があるから男の人より女の人の方が恋愛とか仕事にも積極的だ。はい、ああなるほど。もともとアイヌ原住民の地域でしたから、はいはい、そうですね、食文化はそのアイヌ原住民の食文化と、うん、明治時代以降の、うん、住民が移動されて、はい、はい、日本全体の食文化が、まあ、混じって、うん、と混ぜ合わせ、なるほど、はい、今の北海道の食文化ができたというふうに、うん、まあ、私の調べでは、うん、調べた資料では、ね、うん、はい、そうでした。そうですか、はい、ああなるほどね。皆さん開拓ってわかりますか。開拓、今調べました。ああそうですか。何ですか。決着。そうですね。開拓精神。開拓精神と女の人が強いというのは、男の人も女の人も同じように開拓をしたから、女性のちょっとあの、なんていうのかな、積極性が強いってことなのかな。日本中で離婚率も高いのが北海道だ。ああそうですか。ああそれだけ女性が強いというか、独立しても大丈夫だという、そういう何か精神的なものがあるということですね。そうですか。私も聞いた話によると、一番タバコを吸うのは北海道の女性らしいですよね、うん、で実際に北海道行くと女性が結構ねタバコ吸うのは当たり前って感じで、まあもちろん日本はそんな感じではありますけどね、ありますよね。確かにね、北海道の女の人は強いとよく聞きますけどね。そうですか。北海道ですか。はい。あ、強いかな。人にもよると思うんですけど、北海道の人ってあの肌が白いってよく言いますよ。はい。だから可愛い子が多い。私が見た限り。ああそうですか。はい。ああ。目とか肌とかきちんとしてるんじゃないですか。目つきとか。はい。ああ、パッチリして。そうですね。はい。付き合っていた人が北海道なんでしょうか。大阪でした。大阪ですか。あ、そうですか。はい、そうですね。確かにあの、ね、北海道とか東北地方の人は美人の人が、ね、女性は多いとかよく言いますよね、はい、そうですか。わかりました。いろいろと大変でしたね、はい、じゃあ次、ユミスンさんどうぞ。おはようございます。おはようございます。日本語を授業したんですけど、はい、それが一番難しくて。本当ですか、はい、でそれが月曜日この初試験だったんですけど、あそうですか、月曜日にして、まあ、
自分なりに勉強したんですけど、はい、指示が最後に出るとは思えなかったので、はい、ああそうですか、はい、解けてるうちに、はい、自分も知らずに提出されて、あ解いてるうちにもう提出させられてしまったという、はいはいはい、強制的に、あ強制的にね、はい、1年前に終わったんですよ。本当ですか、はい、大変な科目ですね。そうですね。そして私もロールプレイングも聞いたんですけど、はい、最後にさっき言ったの、はい、聞いて解ける問題出るんじゃないですか、はい、で先生と八野智子先生、あいらっしゃいますね、はいはい、でその先生の初めに聞いた時にちょっとあなんか懐かしい声だなと思ったんですけど、あそうですね、あ先生だったから、あ私も分かりましたか。はいはいはい、あそうですか、先生は、はい、聞いた瞬間、ああそうですか、はい、ああね、はい、で他の試験は、まあ、現あ時間の中に、はい、時間内に解けましたけど、はい、やっぱりこの観光日本語が、ああ、はい、観光日本語はでもコミュニケーションみたいに75問もなかったでしょ。でもちょっと、はい、なんか何問ぐらいありましたか、何問ぐらいありましたか問題は。あ、私試験終わってからは全部忘れる方なんで。忘れましたか。覚えてないですか。はい、覚えてないです。あ、そうですか。はい。あと、まあ、例えば、はい、4番の中で、はい、まあ、いつも2つ の、はい、の答えがいつも、あ、2つの中でどっちかとか。あ、4つの中で1つ選びなさいっていう問題で2つちょっと迷ってしまう問題が。最後に地図バッと出て、うん、はい、それちょっと残念ですね。残念です、はい、そうですか、ね、分かりました。観光日本語難しいという噂聞いたことありますけれども、はい、でもこの学校の掲示板が、はいはい、あんまり 思ったほどあんまり難しくなかったという意見が少しあって、はい、私だけちょっと難しかったかな、はい、そうですね、はい、あ試験が、はい、試験が、うん、試験はなんか先生に聞くと、はい、そんなに難しくしなかったって言ってましたけども、まあでも勉強不足だったから、でもまあ全部できたんなら提出させられてしまったんだ、はい、まあ地図がねあったから大変だったかもしれませんね、はい、まあ、3つぐらい、あ3つだったらまあ大丈夫じゃないですか。そうですか、はい、ちょっと心配してますけど。そうですね、分かる、期末試験をね、準備するしかないから、そうですね、まあ頑張ってくださいよ、はい、あそうですね、ユン・ミソンさんですね、はい、あ覚えておきますよ。はい、じゃあ英語学部のイ・サンギョンさんどうぞ。はい、はい、はい、今日の主題は、はい、中間テストですか。あ今話してる内容ですか。中間テスト、そうですね、中間テストどうだったんですかってことと、まあ、簡単に自分の紹介もしながらって感じで、はい、そうですね、まあ、あの気にしなくていいですよ。皆さんの声多分入らないと思います。マイクここにあるから、もしあの話したければ私がマイクをこうやって渡しますけれども、皆さんの声はでも少しは入ると思いますけどね。まあもし自分がちょっとあの声、でもカメラが怖いですよね、はい、まあ大丈夫ですよ。学校で見られますか、学校のサイトで。うん、多分なんかあの終わったらホームページにアップするって言ってたから、全国の人が見るかもしれませんけれども。はい、まあそれは分かりません。私もね、まあ、分かりました。はい、じゃあ、はい、気にしないで、はい、編集もできますから。はい、一科目、一科目、はい、はい、ああ、実用日本語漢字、ああそうですか。なんでみんなあーって言うんですか。難しいです。難しい、ああ、ありえない。何がですか。問題が、ああそうですか。ああ、そうですね、はい、私、漢字を覚えているから、はい、あまり難しくないと思ってます。ああ、そうですか。
あ、難しくなかったってことですね。あ、そうですか。あ、じゃあ皆さんと全然違いますね。あ、そうです。はい、漢字に強いんですね。あ、はい、あ、そうですか、よかったですね。じゃあそのテストには自信があるってことですね。少し、そうですか。ああ、そうですか、わかりました。今英語学部ですね。じゃあお二人はあのお友達ですか？ファン・ナニョンさんとイーサン・ギョンさんはお知り合いですか？ああ、初めてですか？初めてはないけど、編入した時にお会いし、あ、あったんですね。そうですか。じゃあお二人とも日本語より英語の方が上手なんでしょうね。あ、違いますか？あ、いい。あ、そうですか。じゃあ皆さんもう話しましたね。はい、わかりました。じゃあまあ今日はね、いつもの通りにですね、まあ簡単に NHK のちょっと NHK じゃないか、まあ、ニュースの内容を見てですね、まあ、話を進めていきたいと思います。じゃあまあ座った状態はこのままにしてですね、今何時ですか？50分です。まあ、じゃあ休憩なしでいいか。まあ、このままやりましょう。じゃあちょっとですね、前をちょっと見てもらいますからね。ちょっと電気消そうかな。今年の春は、春というか今年はちょっと寒いですね。寒いです。いや、コード出ないよ。いや、消しますね。じゃあまあとりあえずニュースを見てくださいね。西の地方を中心に青空が広がり、満開となった各地の桜の名所では花見の人たちで賑わっています。気象庁によりますと、今日は関東から西の地方を中心に高気圧に覆われ、青空が広がっています。風も弱く、東京の都心で午前11時の気温が11度8分となる、なんだと穏やかなお花見日和になっています。例年100万人以上が訪れる東京の桜の名所上野公園では、670本のソメイヨシノが昨日から満開になり見頃を迎えました。日差しが差し込む中、午前中から大勢の家族連れや若者のグループなどが訪れ、桜並木の下を散策したり写真を撮ったりしながら花を楽しんでいました。今日の桜はどうですか？綺麗。最高にお酒と桜が綺麗で、夜まで頑張ります。気象庁によりますと、関東から西の地方では明日にかけてもおおむね晴れる見込みで、都心の桜は来週の中頃までが見頃だということです。じゃあまあ簡単にですね、これあの1分少々のニュースでしたけれどもね、これ何の話してましたか？もう花見の話ですね。はい、まあ、大体皆さんも一度見たら内容わかると思います。じゃあもう一度これ見ますけれどもね、じゃあもう一度見てですね、この内容ですね、今前に座ってるですね、向かい合わせに座ってる人にですね、話してみましょうということです。だからですね、まあ、記憶力のテストではありませんので、あの全てをですね、一つ一つ単語を覚えてですね話すというテストではないですけれども、ポイントをですね、ちょっと掴んでですね、で、まあ、こうこうこうで、こうこうこうで、こういう話でしたよというふうにですね、相手の人が何も知らないと思ってですね、伝えるという自分の言葉で、このままですね、ここのニュースを見た内容をですね、伝えるということをしましょうということです。
もちろんまあ何か紙があれば適当にメモしてもいいですけれども、まあ、それは自由でですね、皆さん好きなようにしてくださいということで、じゃあ今度は人に伝えると思ってですね、ここで何を言おうとしているのか、まあ、できるだけ細かいところまで分かる人はですね、そこまでチェックして、全然分かりませんという人はですね、お花見の話でした、それで終わるかもしれません。まあ、とにかく自分の実力に合わせてですね、自分の言葉で話してみましょうというのがポイントです。じゃあもう一度見ますので、じゃあお願いします。あれ、今日は関東から西の地方を中心に青空が広がり、満開となった各地の桜の名所では花見の人たちでにぎわっています。気象庁によりますと、今日は関東から西の地方を中心に高気圧に覆われ青空が広がっています。風も弱く、東京の都心で午前11時の気温が11度8分となるなどと、穏やかなお花見日和になっています。例年100万人以上が訪れる東京の桜の名所上野公園では、670本のソメイヨシノが昨日から満開になり見頃を迎えました。日差しが差し込む中、午前中から大勢の家族連れや若者のグループなどが訪れ、桜並木の下を散策したり写真を撮ったりしながら花を楽しんでいました。今日の桜はどうですか？綺麗、最高にお酒と桜が綺麗で、夜まで頑張ります。乾杯。気象庁によりますと、関東から西の地方では明日にかけてもおおむね晴れる見込みで、都心の桜は来週の中頃までが見頃だということです。はい、じゃあですね、今から話してもらいますけれども、じゃあ話すときですね、特に辞書を調べたりですね、あ、この言葉分からなかったら何だったんだろうというふうに調べながら話す必要はないです。今この瞬間ですね、自分が話せる言葉と覚えてる内容を自分の言葉で話すのが練習ですから、後でちゃんと詳しくこの内容は全部紙にプリントにですね書いてありますが、勉強しますから、今この瞬間自分が話せる内容ですね、お互いにちょっと話してみてください。じゃあ聞いてる人は、そうですか、あ、そうですね、ああってですね、まあ言いながらですね、ちょっと聞いてあげてください。じゃあスタートしてください、どうぞ。したら来週の中頃まで言った方がいいと思うので、そうですか。東京の桜の名所はやっぱ上野公園で、東京で一番人が大勢集まる上野公園というところで。人々が100万人以上の人々が花見してるで、弱くて11度ちょっとしました。やっぱり酔いどこもういいじゃん、トロナグスと優勢でうちならも遠いですし、うちの
よくなんかヤンクメが走ってくるその公園、そこに行ったんですけど、その時に極寒スリーで撮影してたんですよ。そうなんだ。見れるのかなと思ってたんですけど、見れなかった。言葉じゃない。はい、じゃあ皆さん大体終わりましたか。自分の言葉で話せましたかね。はい、じゃあとりあえずこれ配りますから、じゃあ見てくださいね。普通の紙です。はい、じゃあこうやってプリントにしてみるとね、文字にしてみるとそんなに長くないですね。これだけしかありません。さっきのニュース、さっきのニュースですね。じゃあ皆さんにわざわざですね、遠くから来ていただいたということで、もう私が読んでもあれですから、じゃあ順番に読んでもらいましょうかね。じゃあイーサンギョンさんからどうぞ。一文ずつ読みましょう。今日は関東から西の地方を中心に青空が広がり、満開となった各地の桜の名所では花見の音やつでにぎわっています。はい、ありがとうございます。まあ、ニュースの最初ですね。だいたいニュースは最初の一言がですね、まあ、あのポイント、そのニュースで言いたいことを言いますね。これが言いたいということです。今日は関東からですね、西の地方を中心に青空が広がり、満開となった各地の桜の名所では花見の人たちでにぎわっていますということですね。ここではですね、関東という言葉は皆さん分かりますよね。関東関西とか言ったりしますけれども、関東ってどこなんですか。東京はまあ皆さん当然知ってるでしょうけれども、千葉、埼玉、茨城、栃木、いろいろ、そのあたりですね。神奈川、横浜があるところとか、千葉県、ね、成田空港、東京ディズニーランドがあるところ、あと茨城県ですね、筑波ですかがあるところですね、まあ、あと栃木よく知ってますね。栃木もありますね。温泉とか多いですね。あと群馬とかですね、まあ、いろいろありますけどね、まあ、とにかくあのあたりが関東というふうに言いますね。まあ、そのあたりを中心にですね、まあ、今回でも地震があって、まあ、東北地方に近いそのね、まあ、茨城県とかですね、まあ、あのあたりちょっと太平洋側で被害があったみたいですけれども、心配ですけれどもね、まあ、とにかく関東地方から西の地方を中心にですね、青空が広がりましたと。あと満開って分かりますよね。桜の花が満開になりましたと言いますね。よくあの皆さんの作文見てると満開したって書いてますけど、日本語の表現としては満開になるというふうに使いますので、そのあたりはね、注意してくださいね。
満開となった、満開になった、まあ、ここではニュースですから満開となるという形で使ってますけれども、まあ、会話の時は満開になるとかですね、いうふうに使いますよね。満開となった各地の桜の名所ではですね、花見の人たちでにぎわっていますと、花見、そうですね、もうちょっと韓国は花見のシーズンは過ぎたかな、どうなんでしょう、もう終わりましたかね、先週で終わり、もう雨も降ってますからね、まあ終わったんでしょう、まあとにかく花見の人たちでにぎわっていますと、にぎわうって分かりますかね、ワイワイガヤガヤとですね、まあ、にぎわうたくさんの人たちが集まってですね、まあ、うるさくしている、まあ、状態、にぎやかな状態ですね、それをにぎわうと言います。下に、まあ、韓国語で書いてありますけれども、まあ、分からない人はですねこれ見てください。じゃあ次ですね、じゃあイーハンホーさんお願いします。気象庁によりますと、今日は関東から西の地方を中心に高気圧に覆われ青空が広がっています。はい、ありがとうございます。気象庁によりますと、今日は関東から西の地方を中心に高気圧に覆われ青空が広がっていますと。気象庁、韓国にもありますかね、まあ、お天気の予報ですね、まあ、いろいろと気象に関するそういう内容ですね、まあ、研究したり、あるいは皆さんに知らせてくれるようなですね、この機関がありますね。気象庁によりますと、今日は関東から西の地方を中心に高気圧、高気圧、低気圧、まあ、お天気の言葉でちょっと難しいかもしれませんけれども、まあね、でも日常生活というか、まあ、テレビを見ればですね、よく出てきますからね。高気圧があれば、まあ、お天気で、低気圧があればですね、まあ、天気が悪かったりしますね。大荒れ、青空が広がっていますと。覆われるって分かりますか、皆さん。覆うとか言うじゃないですか、ね、下にまあ意味は書いてますね、風も、あ、じゃあ次ですね、次はじゃあユミさんさんお願いします。風も弱く、東京の都心で午前 11時の気温が11時8分となるほど、穏やかなお花見日和になっています。はい、ありがとうございます。風も弱く、東京の都心で午前11時の気温が、じゃあ次は何と読みますか。11度は分かりますね。そのあと何と読みますか。8分、11度、8分ですね、8分とか5分っていうのは時間であって、これは時間ですか。時間じゃありませんね。何ですかこれ。気温ですね、だから気温の場合は、温度の場合はね、何ですか、36度5分とかね、37度8分とか、負に点々つけて、そういうふうに言いますね。まあ、これだけ見ると分って読んでしまいそうになりますけどね、11度8分とか、そういうふうに読みます。午前11時の気温が11度8分となるなど、穏やかな、穏やかって分かるかな、穏やかなお花見日和となっていますというふうになってますけれどもね、まあ、過ごしやすい天気あるじゃないですか。寒くもなく暑くもなくですね、ちょっと気持ちのいいですね、まあ、楽なというかですね、まあ、平穏なという意味でも使ったりしますけれども、まあ、下に意味は書いてますね。穏やかなお花見日和と書いてますね。このお花見日和という言葉ですね、よく使いますから覚えておきましょうね。じゃあ一緒にどうぞ。お花見日和、お花見日和、あ、今日はお花見日和ですねとか言うじゃないですか。で、これお花見と日和っていう言葉がくっついたから日和ってなってますけども、基本的には日和です。じゃあ一緒にどうぞ。日和、日和、これ他の日本語で言い直すと何ですかね。天気、天気ということですね。まあ、お花見にちょうどいい天気ですよということで、お花見日和という言葉を使いますね。行楽日和といったらですね、どっか遊びに行くのにですね、まあいいお天気ですということで言いますね。何々日和という言葉、特にお花見日和よく使いますね。お花見日和の、お花見日和になっていますということです。風も弱いし、で気温も11度とか、朝の気温があったかいし、過ごしやすいから、まあ今日はお花見をするのに一番いい天気ですよということをここでは言ってます。じゃあ次、小僧二世、じゃあ読んでください。
なんで自信ないから。漢字が、はい、教えてあげますよ。例年、例年100万以上が、はい、何ですか、訪れる、100万以上が訪れる東京の 桜の名所、はい、上野公園では、はい、670本の、はい、ソメイション、ソメイヨシノ、ソメイヨシノが、はい、あ、昨日、正しいですか、はいはい、昨日から満月になり、満開、あ、満開になり、あ、見頃を、見頃を迎え、迎えました。そうです。例年100万人、あ、100万以上かな、100万人、人が入ってるのかもしれませんね。まあ、分かりません。ニュース聞いてみないと。100万以上、100万人以上が訪れる東京の桜の名所上野公園では670本のソメイヨシノが、昨日から昨日からどちらでもいいですけど、まあ、ニュースだから多分昨日からって読んだのかな、まあ、昨日から、満開になり見頃を迎えましたということですね。例年っていうのはどういう意味ですかね。例年って例えばっていう時の例、まあそうですね、毎年っていうことなんでしょうね。例年、まあ、去年も今年もですね、まあ、ずっと今までですね、まあ、そういうふうにしてきたという、まあ、去年も一昨年もですね、今年も同じようにという意味で、例年100万以上がですね訪れる東京の桜の名所上野公園では、上野公園皆さん行ったことありますかね、うん、東京に行ったらほとんど多分上野公園のあたり通ったり、なんかあのアメ横とかですね通ったり、なんかあのあたり動物園もあったりしますので、行ったことありますか皆さん、どうなんでしょう、ありますか、ありますか、ないですか、どうですか、ありますか、ああ、何しに行ったんですか、花見、花見に、はい、ああ、上野公園花見したんですね、はい、そうですか、何しに行きましたか、行ったことないですか、どうですか、あります、あります、何しに行ったんですか、花見ですか、動物園、動物園に行った、ああそうですか、友達が来たんで、ああ動物たくさんパンダいましたか、その時は知ったんですけど、はい、あの子が花より団子のファン で、あ、友達が、はい、うん、レッサーパンダを見に行ったんですけど、立たない、立たなかった、はい、あ、そうですか、まあ、いろいろと思い出があるんですね、どうですか、ありま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 せん、ありません、あります、ありますよ、喧嘩してますね、友達ですか、あ、違います、何しに行きましたか、というので、はい、知り合いとか、うん、行って、はい、会いに来ましたか、あ、上野に住んでるんですね、上野で働いているんですね、はい、ああそうですか、カラス、カラス、カラスが本当に、ああね、カラスね、いま す、ね、うん、カラス多いですね、怖かった、はい、ああそうですね、カラス多いですよね、韓国はあんまりカラスいませんね、チェジュ島に、チェジュ島に、ちっちゃいんですよ日本より、え、ちっちゃい、ちっちゃい、ああそうです、ちっちゃいってどれぐらいですか、ガチぐらい、ハトぐらい、ハトぐらいのカラスなんているんですか、これぐらい、普通これぐらいでしょ、日本がカラスぐらい、ありえないほどでかいですけど、本当にびっくりしました、あ、本当ですか、はい、じゃあ韓国でもカラス見てるんだけど、私がカラスだと思ってないだけですね、はい、多分、あ、ソウルにいないでしょ、見たことない、鳥が、ハト以外はないね、ハト以外あんまりいない、スズメもあんまりいないですね、朝は見えるんですけど、あ、スズメの鳴き声もあんまり聞いたことないな、いや自分も結構、あ、聞いたことありますか、私の小学生の時は、あ、見たことがあるんですけど、最近は、うん、あんまり見たことないですよね、あ、そうですか、カラスとかね、韓国のカラス小さいんだ、気持ち悪いでしょ、じゃあ日本でカラスあんな大きいの見たら、はい、怖いですよね、たまに攻撃するとか、ああそうですよね、あまりにも多すぎてね、
なるほど、そうですか。確かに上野公園カラス多いですからね。ちなみに韓国ではカラスは何と鳴きますか？カーカー。ああ、じゃあ同じじゃないですか。でも韓国と日本かなり違うでしょう。ニワトリの鳴き声は韓国では何て言うんですか？コキョウ。コキョウでしょ。日本では何と言いますか？コケコッコー、うん、コケコッコーと言うじゃないですか。全然違うじゃないですか。牛はモーモーとか言ったりね、犬はワンワンとか言ったり、いろいろと違いますよね。でもまあカラス同じだそうですか。 ありますね、上野公園行ったこと。はい、僕は毎週行きました。毎週2年間。2年間毎週、はい、アルバイトなんかしてたんですか？何、はい、彼女、彼女あデートをしてたんですね。あいいですね。あ上野公園ボランティアもやってました。ボランティアもやってたんだ。毎週金曜日に。あそうですか、はい、あーホームレスたちにボランティアをしながらデートをしていたということですかね。ああそうですか、思い出の場所ですね。ですよね。あそうですか。行きたくありません。なんでまあね、その恋が今も進行形であればまああれなんでしょうけれども、まあね、ああそうですかそうですね、わかりました。どうですか、上の声ありますか、お二人は。私もあります。ありますか、デートです。ユミソンさんからどうぞ。ユミソンさんどうですか。私は、はい、東大行くために。ああ上野公園東京。ああそうですか。ユミソンさん東京大学で勉強されてたんですか。旅行で。あ旅行で、ね、ああそうですか。東京大学を見物しに行ったんですね。はい。ああどうでしたか。東大本当に良かったんですけど。何が良かったんですか。え何が。あいや、あの学食が。ああそうです。ああそこで、あの安くて美味しくて良かったんで、あの見物も本当に あこれが大学だなとか。あそうですか。はい、そういうイメージだったんですけど、あの上野公園で東大まで歩いて、はい、歩いて行ったんですか。はい、あすごいですね。ちょっと2時間か歩く距離じゃないですよね。はい、あ2時間ぐらいほど歩くっていう距離を知らなかったんで。知らなかったんで、あ、まあ、地図で見たら隣にあるような感じですからね。2時間かかった。あそうですか。友達と喧嘩もしましたけど。あどうしてこんな歩かせたんだと、はい、まあ、私信じてとか言って言ったんですけど、あ、はい、いつの間に話がなくなって。あそうですか。あね、まあ、でもいろんなところ歩きながら見ることができたから良かったんじゃないですか。はい、でもまあ学食が美味しかったんで。学食が美味しかった。いくらだったんですか。300円で。やっぱり学食だから安いですね。はい、すメニューは。メニューはいろいろあります。あそう、洋食とか。あ何食べたんですか。はい、何食べたんですか。私は、ハンバーグハンバーグステーク、ハンバーグステーク、はい、あーそうです。それが300円で。300円で、あそうです ね、 ねいいですね、はい、どうですか、行ったことありますかね。私は行ったことはありませんけど、はあ、新宿を残した時、はい、ある建物の上から、はい、眺めましたか。見ました。上から下見る時、はいはい、上の公園が、はい、見えましたか。ああそうですか。あじゃあ見たということですね上の公園をね、はい、結構ね見えますよね、はい、そうですか。イーホモさんはどうですか。ありませんか。ああそうですか。一度行ってみたいですね上の公園ね。ね、まあ、あの上野っていう駅もありますけどね、まあ、あのとにかく駅の終着駅でもありますからね、まあ、結構いろんな人がたくさん集まりますけれども、この上野公園でですね670本って書いてますね。ソメイヨシノっていうのはあの桜の名前ですよね、種類の。下に書いてますね、ですね、まあ、満開になりましたと、まあ、ここでもですね満開したというふうには言ってませんね。満開になりましたと言ってますね。見頃を迎えましたと。じゃ一緒にどうぞ。見頃、見頃って意味分かりますか。見頃、だから満開になってですね見るのに一番いい時期という意味でですね見頃っていう
言葉を使いますよね。例えば今はイチゴが食べ頃ですよとか言ったら、食べるのに一番いい時期で、ね、使いますよね。迎えましたと。じゃあ次、じゃあジョナンナさんどうぞ。日差しが差し込む中、午前中から大勢の家族連れや若者のグループなどが訪れ、桜並木の下を散策したり写真を撮ったりしながら花を楽しんでいました。はい、ありがとうございます。日差しが差し込む中、午前中から大勢の家族連れや若者のグループなどが訪れ、桜並木の下を散策したり写真を撮ったりしながら花を楽しんでいました。日差しが差し込むって分かりますかね。日差し、太陽の光のことですよね。日差しが差し込む、だからまあ部屋の中に入ってくるとかですね、まあ、差し込む、外からですね中に入ってくるというイメージですね。分かりますか。日差しが差し込む、下に意味も書いてますね。だから太陽の光が入ってくると、日差しが差し込む中、午前中からですね大勢の家族連れ、家族連れって分かりますか。家族を連れていくというとに都に点々が入りますよ。家族連れとか子供連れとか言うじゃないですか、はい、だからまあ家族単位で、まあそういう遊びに来たら家族連れと言いますよね。で子供連れって言ったら、まあ誰か大人が子供連れてきたら子供連れとかですね、まあ言ったりしますね。まあ、とにかく家族連れや若者のグループ、まあ、カップルでもですね、まあ、カップルとかあとグループで来るんでしょう、まあ、訪れました、来ましたということです。あと桜並木は分かりますかね。じゃあ一緒にどうぞ。桜並木、桜並木、並木道とか分かりますかね皆さん、道があったらこの両脇にですね桜がこうやって立ってるじゃないですか。桜並木とか言うでしょう。そしてまあそういう道のことを並木道って言うじゃないですか、はい、だから木が並ぶということで並木というふうに言いますよね。まあ、桜並木のなんとかかんとかっていう感じで、歌詞歌のですね、まあ、あの中にもいろいろなそういう歌詞がありますよね。ですね、桜並木の下を散策、まあ、散歩したりということですね。写真を撮ったりしながら花を楽しんでましたということです。じゃあ次はファン・ナニョンさんでどうぞ。ありがとうございます。今日の桜はどうですか。綺麗、最高にお酒と桜が綺麗で夜まで頑張ります、乾杯と。まあ、これインタビューした内容ですね。日本で の, あの桜あっていうかあのお花見の光景ね、ちょっと韓国とは違いますよね。まあ、あの後で話はしますけれども、まあ、お酒飲みながらですね、まあ、あの陣取って、場所を取ってですね、そしてシートを敷いてですね、でみんなでどんちゃん騒ぎしながらですねお酒飲んだりしたりしますということで乾杯です。じゃあ最後キム・ギリソンさん読んでください。気象庁によりますと、東京、関東から西の地方では明日じゃなくて明日にかけてもいいですか、ね、明日にかけてもおおむね晴れる見込みで、東進の桜は来週の中頃まで見頃だというところです。はい、ありがとうございます。気象庁によりますと、関東から西の地方では明日にかけてもおおむね晴れる見込みで、都心の桜は来週の中頃までが見頃だということですということで終わりましたね。ですね、まあ、この明日と読んでもいいですけれどもね、まあ、ニュースの場合とか少しあのビジネスの場で話すときには明日という言葉が明日になったりね、昨日という言葉が昨日になったりしますよね。あと今日という言葉が本日とかですね、まあ、言ったりしますけれども、まあ、それはあのかなりね、まあ、あのそういうかしこまった場合に使う言葉ですので、まあ、日常生活では明日でも十分ではないでしょうか。おおむね晴れる見込み、おおむねっていう言葉分かりますかね。まあ、皆さん日常で使う言葉だったら何なのかな、まあ、大体って感じですよね。はい、おおむねっていう言葉はですね、まあ、大体晴れる見込みで、都心の桜は来週の中頃までが見頃だということです。まあ、大体晴れますよと、明日にかけても見込みっていう言葉分かりますか皆さん。まあ、大体晴れそうです、まあ、晴れる
まあ、大体予想としてはそういう感じですという時にですね、見込みという言葉を使いますね。来週の中頃まで、まあ、来週の真ん中ぐらいまではですね、桜は見頃ですというふうに言います。じゃあ大体もう内容のチェックは終わりましたので意味は分かったと思います。かなり暗くなってきましたね、外がね、天気が悪いですね今日はね、もうかなり今日は雨が降るって言ってましたからね。皆さん傘持ってきましたよね。はい、そうです、持ってこなかったら大変です。じゃあですね、まあ、あのこれ、次のページ見てください。じゃあ内容のチェックとありますけれども、まあこれはもう皆さんじゃあ大体わかると思いますから、私が問題を読みますから、じゃあ皆さんが各自答えてくださいね。じゃあこのニュースの内容のチェックですから、じゃあ大体もう覚えてるかと思います。じゃあいきます。1番、ニュースの中でですね、今日はどんな天気だというふうに言ってましたか。青空。ああ別に見てもいいですよ。はい、晴れだと言ってましたか、雨だと言ってましたか。晴れだと言ってましたね。じゃあもう少し覚えてる人いませんか。どんな11度8分だ。あ、それもそうですね。11度8分だというふうに言ってましたね。あと穏やかという言葉もきっと聞こえて、あ、はいはい、吹かない、吹かない、高気圧、高気圧に覆われていてそうですね、まあ、穏やかな天気だというふうに言ってましたね。そうです、はい、まあ、ここにも書いてありますね。何と書いてましたか。ああそうですね、関東から西の地方を中心に高気圧に覆われ青空が広がっています。その後ずっと書いてますね、穏やかなお花見日和というふうに書いてますね、まあ、これで答えてもいいですね、まあ、だからあの風も弱くてですね、まあ、穏やかなお花見日和だというふうに言ってましたという感じで、まあ、答えたらいいんじゃないでしょうか。じゃあ2番ですね。じゃあ上野公園はどんなところですかというのがじゃあ質問ですけれども、じゃあ上野公園はどんなところでしょうか。桜が670木本あります、はい、ああそうですね、桜の木がですね、670本のソメイヨシノが あってですね、まあ、花見の名所だということですね。東京の桜の名所と書いてますね。その前に毎年例年100万人以上が訪れる東京の花見の名所だと、桜の名所だというふうに言ってますね。そうです。じゃあ3番目ですね、上野公園にはどんな人たちが来て何をしていましたか。ニュースの中では家族連れや若者たちが、はい、若者のグループたちが来ていましたってことですね、はい、そういうことです。じゃあ最後はニュースの内容を自分の言葉で話してみましょうというふうにさっき皆さんがやった内容ですね。じゃあもう一度こっち見てください。このページですね。じゃああともう一度読みますけれども、じゃあもう一度この4番目皆さんの言葉で話してもらいますけれども、最初話した時よりか少しグレードアップしてですね、まあここで出てきたお花見日和とかですね、桜並木とかですね、まあそういう単語とか表現もちょっと使いながらですね、まあ話してみましょうということで、じゃあそういう意味でもう一度だけ読んでみますから、まあ自分の言葉でですね、ここにある言葉を利用して表現を利用してですね、話せるようにちょっと頑張ってみてください。じゃあ一緒に読みます、今日は関東から西の地方を中心に青空が広がり、満開となった各地の桜の名所では、花見の人たちでにぎわっています。気象庁によりますと、今日は関東から西の地方を中心に高気圧に覆われ青空が広がっています。風も弱く東京の都心で午前11時の気温が11度8分となるなど、穏やかなお花見日和とお花見日和になっています。穏やかなお花見日和になっています、はい、
例年100万人以上が訪れる東京の桜の名所上野公園では、670本のソメイヨシノが昨日から満開になり、見ごろを迎えました。日差しが差し込む中、午前中から大勢の家族連れや若者のグループなどが訪れ、桜並木の下を散策したり、写真を撮ったりしながら花を楽しんでいました。今日の桜はどうですか？綺麗。最高にお酒と桜が綺麗で。夜まで頑張ります。乾杯。気象庁によりますと、関東から西の地方では明日にかけても、概ね晴れる見込みで、都心の桜は来週の中頃までが見頃だということです。はい、そうですね。じゃあもう一度ここで習った内容ですね、少し使いながらですね、じゃあ皆さんたちの言葉でですね、さっきやった内容をちょっとグレードアップさせてですね、じゃあ話してみてください。じゃあどうぞ。じゃあ大体皆さん終わりましたか？ニュースの内容は実はそんなに話す内容がありませんよ、ね、だって簡単に言うと、もうこれ花見の内容ですで終わりですからね。上野公園でたくさんの人が花見をしていましたで終わりで、まあ、そこにプラスアルファどんな天気だったのかっていうことと、あと上野公園ちょっとこういうところですよっていうことと、あとこういう人たちが来ていましたよっていうことを少し付け加えたら終わりですからね。その部分をまあどういうふうに付け加えるのかっていうことがポイントになりますけれどもね、まあ大体皆さんもよくできていたんではないでしょうか。ということでですね、じゃあこの次の下のところを見てください。今週の言葉というところでですね、花に関する言葉いくつか挙げてますね。じゃあ一緒に読みましょうかね。花より団子、花しに花が咲く、両手に花、一花咲かせる、花を添える。この5つぐらいはですね、花に関する慣用句として皆さん覚えておいてください。よく使います、はい。花より団子、意味わかるか。じゃあまず下に韓国語で ABCDE って書いてるから、この中にちゃんと一つ一つ合う意味がありますので、ちょっと探してみてください。あ、これは A だな、これは B だな、わかりますね。じゃあ皆さんがまずちょっと考えてみましょうかね。はい、じゃあ見ていきましょうかね。じゃあまず最初ですね、花より団子っていう言葉は、これは ABCDE のうちどれでしょうかね。あ、これも皆さんも分かりますよね、よく使いますし、ドラマとかね、いろいろと漫画もありましたので。韓国語では似たようなことわざというか言葉ありますか？あ、それが近い言葉、近い意味になるんでしょうね、はい、そうです。花より団子はもうそのままですね、お花見をしに行ったのにですね、まあ、花を見るのが目的でその場に行ったのにもかかわらずですね、それ以外のこのね、団子、まあ、食べる団子ですね、それに夢中になるということで、まあ、そういう意味合いとして使われていますね。じゃあ次、話に花が咲くは分かりますかね、どれでしょう。ああ、そうですね、いろいろと、まあ、仲間で集まってですね、まあ、ワイワイガヤガヤ話しているという感じですね、まあ、にぎわっているということでですね、使いますね。
話に花が咲く、はい、じゃあ3番目ですね、両手に花はこれは何どれでしょうかね、 D、 D、 ああそうですね、両手に花ということですね、まあ、まさしくこの両手にですね花を持っているということで、韓国でも同じような言葉ありますか、ないですか、ヤンソネトと言いますか、そうですか、あ、うん、そうですね、だからまあ自分にとっていいものをですねもう同時に自分のものにしたという感じでも使うし、まあ、ちょっと違う意味かもしれませんけれども、両脇にですね、まああの、うん、美しい女性の方がいるという感じでですね、まあ、使う時もあるしですね、まあ、とにかくですね両手に花、あ、ここではですねこういうふうに使いますよということですね。じゃあ次ですね、ここから少し難しくなるかもしれませんけれども、どれでしょうかね、一花咲かせる、えい、あ、そうですね、はい、一花咲かせるということはですね、花を一つ咲かせるということですから、まあ、何か自分が目標としているものとかですね、あるいは何か成功したとかですね、まあ、そういう時にですね一花咲かせたとかいうふうに使いますね、じゃあ次花を添えるって分かりますか、最後も残りですね、はい、そうです、 B になりますね、まあ、いいことがあるんですけれども、それにプラスアルファしてですね、まあ、添えるという意味ですからですね、まあ、ここで言うにはですね B の意味に近いというふうになりますので、まあ、こういう言葉もありますから覚えておいてくださいということで、じゃあ残りの時間はですね、まあ、下の 1,2,3,4,5 番についてまあ話してみましょうということで、じゃあ一緒にちょっと読んでみましょう。4月といえばどんなことが思い浮かびますか。2番ですね、花見といえばどんな花を思い浮かべますか。はい、ここで思い浮かびますかと思い浮かべますか、ちょっと違い分かりますかね、まあ、ちょっと細かいことですけれども、思い浮かぶというのは自然に思い浮かんでくるということで、思い浮かべるというのは自分が意図的にですね何々を思い浮かべるということですから、まあを思い浮かべるが思い浮かぶという形でですね、まあ、こういうのよく皆さん間違いますから注意してくださいね。じゃあ3番目一緒に読んでください。花見に行った時のことを詳しく話してください。じゃあ4番目、これまで誕生日や記念日など特別な日に花のプレゼントをもらったことがありますか。その時の様子を話してください。韓国人の花見と日本人の花見、少し違うところがあります。何だと思いますか。はい、じゃあこの5つについてですね、じゃあ今からこの皆さん11人いますけれどもグループになってもらってですね話してもらいましょうかね、まあ、全部話せないかもしれませんけれども、まあですね、じゃあ行きましょうかね、じゃあパグンギョンさんとね、キムギルソンさん、ちょっと席をチェンジしてください。男の人2ついるから。じゃあここはこの6人で話してください。残りは向こう5人で話してください。わかります。男1人ずつ。そういうわけですね。うん、そういうわけです、うん、じゃあここはどうしようかね。じゃあキム・ギルソンさんが進めてください。はい、じゃあイ・ヒョンホーさんが進めてください。はい、じゃあどうぞ。私は1人に1番号1つずつやります。1番、2番、3番、4番、5番はい、1番お願いします。4月っていうのはどんなところに思い浮かびますか。考えてください。2番。僕は大学の期間短いです。日本にワーキングホリデーで、住むことになったのは4月でした。で、じゃあ、あと2番、はい、
2番です、2番。2番。2番。何がブー？何が間違えた？2番、3番、4番、5番。ああ、2番。花見というか。花を思い浮かべますかって。やっぱ桜。うん、桜じゃないと言いますか。あ、それ、もみじ？もみじもいい。もみじってやっぱ山に行くと見れないっていう、はい、で日本で花見というと秋にも花見と言うんですか。それはもみじ見るんでしょ。もみじ狩りとか言ったりします。花見と言わないんだ。これコップぐらい嫌じゃない。タンプンクギョン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 。はい。詳しく話してください。両方で詳しく。人は何名いたか。コウさん。何年のたか。コウさん。私は今年、ヨイド。ヨイド。に行きました。4月の2週目ぐらい。でその時は満開じゃなくて半分ぐらい咲いてたんですけど、人はあんまりいなくて、ちょっと寒かったので人はあんまりいなくて、でもライトアップされてたのでとても綺麗でした。うん、夜いたんですね。夜7時ぐらい8時ぐらい、でその時花火をしてたんですけど、花火なんか開幕だったかな、その花火大会みたいなやってて、でも音だけして、女性って言ったらもう終わってくる。ちょっと日本と違う花火を楽しむというか、初めて韓国で花火を見たんですけど、人が多くなって、多分その次の週末とかもとても良かったと思うんですけど、平日の夜に行ったので人が少なくて良かったです。でカップルとか家族連れがやっぱり多かったです。一人で行ったんですか。今日だけですか。一人では行けません。行けません。一番花火が一番、はい、野球が一番です。主に一番2年前の誕生日に彼が私の誕生日を忘れたですから、すごく怒って、あ、私の学校に花を送る。몇송이몇송이송이는何ですか。数えません。一束、二束。束ってあれか。そうか。ソンイって何？一本二本。あ、一本二本で。束。何本でしたか。忘れてください。バラでしたか？バラ。うん、バラ。あ、バラとよくわからないな。バラとアゲコ。多分。その彼はまだ存在してますか？もちろん。存在。存在は知ってはないだろう。元彼ではなくて今の彼です。続いてますね。2年前の彼氏と2番長いですね。ですよね。5番お願いします。日本で花火したことがないんですけど、漫画とかアニメとかドラマ見てると弁当食べるんですよ。弁当を食べるんだ。浅いビールだな、俺は。なんか食べるんですが、私が韓国で花火した時は、チナ花火をかけて、食べたりしたことがないんですか。ちなみに韓国では花火をしたことがありません。勤めているビルで行った
ヨイドが見えます。あ、でも行ったことはないです。多分流されますよね、人の。これからフリートークの終わりましたね。終わりました。じゃあ適当に話しててください。でさっきなんか、はい、質問あるんですけど、はい、アイヌって北海道のそこしかいないんですか？沖縄はアイヌって言わないですか？もともとそこの先住民というか原住民というのがアイヌ民族がいたんだけど、はい、まあ、今その子孫というのか、はい、そういう人たちが日本各地に広がっているという話はあるけれども、もともとは北海道に住んでた人ですね。じゃあ沖縄ってまた他の民族なんですかね、うん、そういう民族の名前、民族というか、なんて言うんですか、沖縄はまた違うんじゃないですか。うん、沖縄の沖縄から九州にかけてはちょっと違いますよね。沖縄だけじゃなく特に沖縄はちょっと違いますよね。そこはアイヌみたいな他の言葉はないですか？あ、私はちょっとわからないですね。それは特に聞いたことはないけど、ね、はい、それを、はい、昔は琉球王国とかってあったじゃないですか。琉球王国って言って、今もあの沖縄は琉球大学ってあるでしょ。琉球って昔の呼び方で、まあ、あるので、まあ、民族的には他の民族だったとは思いますけども、そこまでは詳しくは知らないですね。ちょっと調べないと分からない。ただ確かに九州の人って、あ、九州に住んでたって言ってましたね。なんかちょっと眉毛が太いというか、なんか毛深いというの、毛が多いんですね、うん、九州男子、九州男子、そうですね、うん、なんかもう手もこうやってまくったらなんかこう黒いです、それで黒い、ああ眉毛も太いし、沖縄はあれだから黒い、海の方だから、ああそうですね。米軍基地があるから、アメリカの米軍基地があるから、そういったこういうふうに雨の日に落ちて道に、だからバッチリしてる人が多い、アムロ並み、汚れてるんじゃないですか、それを高いよ、はい、ちっちゃい、ハーフだから高くない、ハーフが高いと思うけど、もともと沖縄の人ってちっちゃくて、顔もちっちゃくて、でもバッチリしてるっていうイメージ、うん、ですね。何にしましょうか。さあ3番してください。3、4、全部3番。3番、詳しく何人でいたか、誰といたか、そこで何したか、詳しく言ってください。なんか結構人あんまりいないとこ探しません？僕はそうでした、うん、ね、もうなんかでも行っても結構おばさんとかおじいさんがバーベキュー、普通にそう車で売ってるんです。ちょちょこ花の名前、私も詳しくわからない。ツツジと言います。ツツジはよく、ツツジでいいんじゃないですか。ツツジツツジでいいです。これ、うん、黒船ツツジなんて言っても分からない、ツツジでいいんです。で、若い人は普通に歩く感じしかない。そのグループだけ見ると、多分日本かなっていう感じ。みんな座って酒飲んで、ワイワイ。じゃあ酒飲んだことはないですか、ハーミーしながら。ないですよ。酒飲んで花見するの楽しいんですか？酒だか花見より酒みたいな。テントというか、花見に行ったのに酒飲むのが主になるって感じ、うん、花見より酒、俺は育ったんだけど。だから花見は花見でいいんだ。その後にみんな集まって飲むのはいいけど、でも普通の花火じゃない明るい
ゴジェルとかゴンゴリ、さっきのこと変な人に見られるけど、その日だけは許されますね、うん、だからでもそれが良かったなって、なんか木の下でちょっとなんか虫が多いのが嫌で、うん、あそれも嫌で、できれば早く出て、そこから脱出っていう、人並みから脱出するって感じ。花をもらうと嬉しいですよね。写真撮るの女性の方は。女性の方はそうじゃないですか。その公園の中それ結構ドラマでいっぱい出てる。卒業式日本のドラマで噴水が出るその公園知ってます？東京の方で、はい、なんか国前とか姉子とかそこでいっぱい出てた。知らん。恵比寿ガーデン、あ、代々木公園に、いや、代々木公園じゃなくて総武線の最後の方、総武線の千葉じゃない、いやいや、そっちじゃない、お客さんの方、そっちの方だったんですけど、なんか、だから花を買うとか、花をもらうとか、うん、僕はよく花見を千葉でしたんですけど、千葉で上の階にでかい声があって、でも人は少ないですね、花のすぐ下に座れました。上の上では座ることができなくて、桜の下に死体が埋もれてる、埋もれてるって言いますよね。いや初めて聞いた、本当ですけど、ね、あの埋もれてると言いますけど、そんな怖い話を、その気がその血を吸ってなんか赤くなるみたいな、あ、そうなんですか。びっくりした顔でも言いますよね、え、下に死体がいるって。あ、友達とか周りに今言いますけどって言ったじゃないですか。知らない、なんかそんな話、なんか漫画とか、ね、私もそれ漫画だからじゃないですけど、いやでも普通のですよ、いやだって知って、え、順番してください。あ、私あんまり花のプレゼントあんまり好きじゃないんですけど、あの大阪で働いた時に、あの最後の送別会の時にお花を渡されるんですけど、いつもそういう時はすごくでかいものを送られるんですね。で多分5000円、5、6000円ぐらいだと思います。そしたらもうこれぐらい で、その次の日だったかな、その次の日がもう帰国日だったんで、あのちょっといらないって邪魔、ちょっと邪魔なんです。だからこれ持って乗れないんだけどどうしようと、これ、なんか他 の、 あのプレゼントにしてほしかったっていう時があって、うん、結局その花はどうしましたか。どうしてたっけ、捨てたかな、多分誰かなんか、全然記憶にないですあのこれ、あの嬉しくない、うんうん、現金でもらえばよかったみたいな現金でもいいな、給料にしじゃあ皆さんもうそろそろ時間になりましたので、今日はこれぐらいにしておきましょうかね、はい。まあ、お花見の話しましたけれどもねまあ韓国と日本ってちょっと花見の雰囲気違いますかね、どうですか、似てますか。はい、違います。違いますね。どんちゃん騒ぎがありますよね、日本の場合はね。さっき弁当を食べながらとか言ってましたけどねまあそういう人たちもいるし、お酒飲みながらね、まあ、花見する場合もあったりして、まあ、韓国でもまあする人もいますけどね。会社でなんか取ってやったりしますよね。ええ、そこがあんまりないんじゃないですか。そうですね。そうですね。はい、ということで、まあ、今日は花見について勉強しましたということでですね、まあ、カメラがありましたけれども。あ、忘れた。
忘れてしまいましたね。まあ何か一言言いたければ、あはい、そうですね。はい、そうですね、はい。じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。